日本埼玉県埼玉市南区、大谷口日本埼玉県埼玉市緑区、大谷口親口は、埼玉市の大座。南区と緑区にまたがる。郵便番号は、南区が336-0042、緑区が336-0934。埼玉市南区の東部、埼玉市緑区の南部に位置する。小さな飛び地が、大座遠征寺の北側。 大谷高中学校の北東側付近、大技、中尾の中尾神社の東側に存在する。現在は、大谷口、大宅区土地区画整理事業によって道路が整備され、住宅が増えている。人口増加と都市機能整備が進んだことから、武蔵野線南浦和駅と東浦和駅の中間に位置する民家地区に新駅を建設する構想があり、 緑区役所も民家地区に新駅ができることを想定し、現在の位置に建設を決定した経緯がある。埼玉市南区、コミュニティバスの終点は民家となっており、将来の駅開業を意識したルート設定にするなどの準備がなされている。縄文前期の東中尾遺跡、縄文中、後期の名花遺跡が地区内にある。住宅地の地下は、 2017年1月1日の工事地下によれば、大あざ大屋口あざ細野990番14の地点で18万4千円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した足立郡木崎寮に属する大谷口村であった。元六年間に柳崎村、中尾、犬間方と共に市村から分村され成立した。細野、東中尾、向井。 向原、名花、某の在家などがある。細野自治協力会は、市内でも最大級の自治会である。2017年9月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。